はい、皆さん、こんにちは。 えー、レクセン講師の森です、えー、今回は、まあ、携帯司法書士の使い方記述編といったところで、えー、このお使い方についてお話をしていきたいと思います。えーまあ、携帯司法書士を使っていただいている方、えー、あるいはです、ね、これから使おうとしている方どのように、えー、この携帯司法書士を使っていけばあ効率的に勉強できて、えー、合格をすることができるのか、まあ、そのようなことについて、えー、お話をしていきたいと思います。で今回はです、ね、期日式の対策とということで、えー、携帯法書士 1> まあ、1巻から4巻までが卓一編になっておりますからあ5巻6巻の期日式、えー、期日編ですね、えー、こちらについてお話をしていきたいというふうに思います、えー、5巻目が不動産登記の期日式、えー、6巻目が商業登記の期日式になっておりますでそれぞれですね、えー、各ページにいわゆる期日の雛形が載っておりますで本試験 確かに最近言われるのがあ、雛形を覚えているだけでは合格できないえ、本試験ではあ解法が要求されたり、あるいは時間内で解くテクニックえ、これが要求されるぞとよく言われます。でも、最終的に回答を書くのは雛形なんですね。 えー、この申請書を書けなければあいくら解放ができたっていくら問題を読み取ることができたっていくら米紙から事実関係を読み取ることができたって最終的に書くひな形があしっかり頭に入っていなければ回答は書けない,いうわけです。えー、それから 当日、この記述式に残されている時間というのは本当に限りがあります。午後の部は卓一35問のほかに記述が2台、それを3時間という短い時間で解かなければいけません。ですから記述式を時間のない中で戦わなければいけない、最終的には時間との勝負ということになっていったら、やっぱりひな形をしっかり迷わずかける。これがあ実はですねその時間対策としても非常に重要なことになっていきます。 ですから、まあ、この携帯司法書士の5巻と6巻では、受験生に求められる必要十分なですね、ひな形が掲載されております。ですから、まず受験生の方は、これをしっかり書けるようにしていくということが、何においても重要な対策だ、土台となる対策だということになります。携帯司法書士では、全てのページが、 事例が設定されていていつまり問題が設定されていてそれに対する回答としてひな型が用意されておりますから必ず事例を解く形でひな型といっても、えー、丸暗記みたいなことになってしまうイメージがあるのはどうしても事例から独立したものとして、えー、丸暗記の対象として捉えているという方が多いからなんですけれども、えー、問題とセットで学習することでそのひな型の使い方ひなの使い方 な形をどんな事例があったら使うのかあるいはその事例のどこを着眼点としてこのひな型を導き出したのかあ,あいうことが理解できますから必ずですねこの左ページの下にあるひな型をパッパパッパと覚えるだけではなくて問題説例からひな型を引っ張り出す練習これをしてください必ずこの事例と有機的に結びつけて勉強していくということが必要になります。その事例をを見て回答を書くという段階で 例のどこに着目すればあこのひな形が導き出せるのかあ問題文にどういうことが書いてあったときにどのひな形を使うのかということが理解できるようになるし当日それが使いこなせるようになりますでそれがまさに解法の第一段階なわけですよですから解法というのはひな形と独立してあるわけではなくてそのひな形をどういう問題文に何て記載があれば使うのかどういう場合に例えば何をするのかというところからも解法が 始まってるわけですねだから、まあ、効率的に学習するためにはそのひな型と解放とのセットで身につけていく必要がありますから、まあ、その解放の第一段階ではありますけれどもえ事例を見ながら回答を書くことであこういう事例の場合にはこれを気をつければいいんだななんてことをセットでですね、えー、身につけることができます。 まあ受験生の方がですね限りのある時間の中でたくさんの記述の本格的な問題を解くことはなかなかできません卓越の勉強もしなけければいけませんからねですからその効率的に記述を学習するためにはやはりこのひな形と一緒に解法まで身につけてしまう、まあ、最低限ではありますけれども問題を解く練習をすることができるという意味では非常に効率的に学習できるかなというふうに思います。 それから右のページの方には講義という形で解説が書いてありますこれは単なる知識の確認と単なる注意書きということではなくてその事例を今見ていただいて回答を書いていただきましたけれどもどこに着目をすればこういう回答ができるのかあるいはこのひな形を書くにあたっては何に注目をすればいいのか。 いいった実践的な面から解説が書いてあります、えー。もちろん知識が難しい項目についてはそれを補充しているし、えーまあ、そうでなければ解放に特化しているコーナーもありますがあとにかく必要なことが書いてありますので是非、えー、ですねただ問題を解いて解してください。えー あの雛形を覚えるだけではなくて、その着眼点なり解放なりを身につけてもらうためにも、しっかりですねこの講義で書いてあることを理解してください。この積み重ねの上に当日の得点があります。雛形を覚えるだけではダメだと言いましたけれども、その解放ですね、それを身につけることができる書籍になっておりますから、しっかり理解をしてですね備えてください。で、この不動産投機を切不動産投機や商業投機に関しては、この期日の雛形 期日の実践ですねこれをやることによって実は択一のの同分野の知識も伸びてきます卓一というのは実はですね文章で丸ツを答え文章に書いてある選択肢を丸ツつける問題ではありますが聞かれていることは登記申請の問題なわけですよだから実際の実物ですねその登記申請の実際を見ることによって択一の知識も実はブラッシュアップできますから択一対策にもなるよと。で解説もそのためにも書いてありますからね。卓一の補充 重的な意味もありますからしっかり、えー、そのあたり理解をしてください。あとは繰り返しになります。えー、とにかくですね期日の雛形は正確に押さえていかなければいけません。で、えー、携帯式の書は小さいですからコンパクトですから繰り返すことができます。で繰り返すときにあのま短期間で短時間で繰り返すと言ったときにどうすればいいかというと、えー、回答全部書いてる時間がなければ例えばあ書いてる時間がないあるいは満員電車だからあ書いてる余裕がないという場合には あのこの登記申請書ですね回答の部分を隠してもらって、えー、こう思い出しながら口で言う、えー、ということも一つ実践的なあ使い方になりますで多くのですね合格者の方もそのように使って、えー、やっておりますひな、えー、形というのは口に出すことによって、えー、リズムでこう覚えることができますから。 そんなことで,ですねただ書くだけではなくてもう満員電車とかあるいはあの別に満員電車に限りませんけれども是非このですね思い出しながら口で言うということもぜひ実践に取り入れていただければと思いますでは携帯視聴書士今回は記述式の使い方についてお話をしました是非有効に活用して短期合格目指してくださいそれでは最後までお聴きいただきありがとうございました